アイテム番号。SCP-624JP。オブジェクトクラス。ユークリッド。特別収容プロトコル。SCP-624JP-1 はすべて、サイト、8183に併設されている冷凍保管ユニットにて保管されます。冷凍保管ユニット内は SCP-624JP-1 の腐敗を防ぐため、20度前後に保ってください。新たに SCP-624JP-1 が発見された場合、担当職員が即座に回収、検視、保管してください。SCP-624JP-1 の目撃者には A クラス記憶処理を、第1発見者には B クラス記憶処理を施してください。B クラス記憶処理を施し、1、3日の間に精神障害が再発した場合のみ C クラス以上の記憶処理を施してください。SCP-624JP-1、19出現記録を参照。なお、SCP-624JP-1 をレベル4担当職員1名以上の許可なく解剖、処分することは認められません。説明。SCP-624JP は財団の元 D クラス職員、D-57793 の死体の複製が出現する現象です。SCP-624JP によって出現する D-57793 の死体の複製は、SCP-624JP-1 に指定されます。20現在、19体の SCP-624JP-1 が発見、収容されています。SCP-624JP-1 の身長は 173.2cm、体重は 65.9kg で、左腕に切な創痕が2箇所確認できます。これらのデータは D-57793死亡時のデータと一致します。指紋照合及び DNA 鑑定の結果、SCP-624JP-1 の指紋と DNA は D-57793 と一致することが確認されました。SCP-624JP-1 は不定期に、生前の D-57793 と関係のある場所に裸体で出現します。SCP-624JP-1、1、19 の状態はそれぞれになりますが、左腕の切な創痕以外に、必ず外的要因による痕跡が見受けられます。また、SCP-624JP-1 の第一発見者は、SCP-624JP-1 を発見してから3分以内に何らかの精神障害を呈します。大半は B クラス記憶処理を施すことで回復しますが、回復後再発した可能性のある例が1件報告されています。SCP-624JP-1 出現記録、一部抜粋。SCP-624JP-1、1、日時、20、3時15分、場所、セクター、8133D クラス職員宿舎共同部屋。第一発見者、D-578。状態、背中に鋭利な刃物で数回刺されたような跡、血液が周辺に飛び散っている、無表情。第一発見者に現れた精神障害、感情失禁、研究員の事情聴取中、突然大声で泣き叫び始めた。メモ、D-578 に B クラス記憶処理が施された結果、正常な状態に回復しました。共同部屋内に設置されている監視カメラによって、SCP-624JP-1 が瞬間的に出現する様子が記録されました。SCP-624JP-1、4、日時、20、13時41分、場所、県、市集合住宅、201号室。第一発見者、状態、天井にくくりつけられたロープで首を吊っている、苦痛で歪んだような表情。第一発見者に現れた精神障害、滅裂思考、研究員の質問に対し、支離滅裂な回答をした。メモ、文章の書かれたメモ用紙を発見、筆跡が D-57793 のものと一致しました。メモ用紙自体に不自然な点は見られません。内容は、SCP-624JP-1、4、メモ、を参照してください。SCP-624JP-1、9、日時、20時58分、場所、セクター、8133D クラス職員宿舎男性用便所。第一発見者、D-577、通報者は、状態、不明、第一発見者に現れた精神障害、被害妄想の可能性が高い。メモ、D-577、が SCP-624JP-1、9の顔、両手足の指先を手のひら台の石で潰しているところを警備職員、が発見。
か D、577に声をかけると D、577はポケットからナイフを取り出し、自らの首に刺して自殺を図りました。ナイフの入手経路は不明です。SCP-624JP-1-11 日時28時53分場所県一律大中学校に教室3第一発見者他4名状態首、胴体、両手足が分断され血液は完全に抜かれている右足のみ出現せず無表情第一発見者に現れた精神障害5名全員に視覚性の幻覚症状壁一面に男の影がいくつも映っていると全員が証言した SCP-624JP-1-19 日時20、21時9分場所県市51リビング4第一発見者5状態全身が水で濡れている笑顔第一発見者に現れた精神障害うつ病に伴う気死念よ弟のために死ななければならないと数回発言したメモ前例に習い第一発見者には B クラス記憶処理が施されました一時的に回復はしたものの翌日同室で意識しているのが確認されました何らかの原因により精神障害が再発したものと思われます和 D-577-93 の親族だったため例外が生じた、と考えることも可能ですが断定はできないため、特別収容プロトコルを一部改定するのみにとどまりました。あと少しだよ。あと一週間でこの施設ともお別れだ。そしたらまた一緒に暮らそう。待っていてくれ。財団課について調査しましたが、同姓同名の人物、同一名の団体に関する記録は存在しないことが判明しました。ほい。D-577-93 は20裁判所にて殺人罪で死刑判決を受けた後、財団に徴用されました。彼は財団に好意的で問題行動は一切ありませんでしたが、22で行われた SCP-JP の実験に参加し、編集済み、により死亡しました。D-577-93 の死体は2日間冷凍保管された後焼却処分される予定でしたが、SCP-624-JP-1 が出現したため、身体データの比較用に永久保存することが決定しました。